はい、川内スプリングレンズプロショップやってまいりました。はい、ドリラーマサさん、お、何ですかこれ、来ました、 なんかボールじゃないですか。 RST-X1 15LBS さん、いやついに懐かしい中学校の時に使っていたボールが、中学校の時に使っていたボールが、キノコの数ってことは言わなくていい。あ、まあまあまあ、じゃあまあ取らない方がいいです。まだグリップはつけてません、一応チェックしてっていう感じです。はい、いつもの、あ、消えちゃいましたよ。60度4と2分の1、完璧ですね。70度、はい、いやもう 0.01 ミリのクリームないですね。いや、あります。そうですか。そんぐらいは。いや完璧じゃないですか。いやいや、わかんないです。だから動画切ったら終わり、全然違うじゃんって。いやいや、いやこれもう完璧完璧。グリップはつけて大丈夫ですか。もうつけて、あ、いいですよ、これでつけてください。いつもきついかなって心配。いやいや、全然全然全然、もうすぐへたれるんで。じゃあつけちゃいます。はい、皆さん見てください、これは RST-X1、 まあロトスターですね。 X1、 自分はロトスター X2 だったんですけど、中学校の時投げてました。中学生以来のボールなので、今から50年近く前。いや、中学って、はい、館林スポーツレーンで、当時まだ女子プロがね、杉本勝子プール、勝子プールとか、いや、須田佳代子プールとかね、すごかったんですよ、あの群馬のあの大会は。はい、その当時にですね、投げていたのはロトスターでした。てなわけで。つけまーす、はい。レイアウトは、フィジクス、SE、パワーエリート、あと、エリアセル。みんな同じですね。60度4と2分の1、はい、バル角70度。はい。はい、フレアはどうだ、で、フィジクスがなんか一番フレアはでもあんまり出ないんだよな。エリアセルが出ますよ。出てるんですよ。まあ、コアの違いですね。コアがちょっと強すぎますかね、最重量ですのでね、あれあれでね、いいゴールなんかこう、いいですよね、色具合で昭和っぽくて。そう、これは多分ね、マンハッタンをイメージしてたんですよ。当時のライバルだったのがですね、マンハッタンだったんですね。俺はまだボーリングやってないですよ。はいはいはい、はい、あのこういうね、緑色のマンハッタンってあったんですよ。シューズもありませんでした。あのマンハッタンはね、館林スポーツレーンの時ね、当時スタッフで新井さんっていたんですけど、同じ新井さんじゃないですよ、新井さんってね、マンハッタン投げたんですよ。もうなんかこの世にいませんけど。あと矢島プロがやっぱりマンハッタンですね。まあこれはロトは黒だったんですけど、マンハッタンの緑を取ってますね。であとね、あのもう一個、あのジュビリーとかですね、ダンロップとかあったんですよ。知らないでしょ。もう名前は聞いたことありますよ。やって、あの、ね、まだやってたっていうボーリングの。62-15は47年前ですね。47年前。いやー、半世紀ぶりの復活ロトスター。まあ、全く一緒ではないですけどね。はい、まあ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 ね。じゃあ当時の面影を残しつつ、はいはい、そう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 ですね。今の技術を加えた、そうですね。ロトスターの、ロトスターをもじった RST、まあもちろん X1 なので、X2 が出るでしょうね。おそらく。おそらくね。まあカバーストックはこれはあの、ロトでも強いカバーストックになりますよね。それのハイブリッド。で、コアが、コアが上下にこうなんていうんですかね、重くしてる、だからデロンデロンっていう、そのコアは、まああのまあ、小さめにはしているんですけれども、そのコアの上と下にあの重さがかかっているので、そのデロンデロンっていう感じの先に行ってから転がるというイメージなんでしょうけど、まあ、RB が 2.50、2.53、はい、皆さん見えますかね、RG、
2.53、 ディフェンス、デルタ RG が0.53、 2.53、 まあ若干交換性のように見えますが、はいですね。でコアはこのこうですね、このピンのある上と下に比重、まあ、重くしているので、中心が重たいというわけではないです。はい、フィジクスの、アトミックコアとはのイメージとは全くこう反するような感じですね。は、楽しみでございます。ではそんなわけで、はい、後で投げてみたいと思います。どうもありがとうございました。